J コム東京杉並中野局と中野区がおととい28日災害発生時における地域支援のために関する協定を締結しました。どうぞよろしくお願いいたします。J コム東京杉並中野局はこれまで区の総合防災訓練を取材したり台風や積雪による被害状況を放送したりするなどして中野区との協力体制を構築してきました。今回の協定は災害時対応のさらなる向上を目的としたものでこれにより災害時には杉並中野局の従業員や車両などで支援協力することになります。締結にあたり中野区の酒井直人区長はこの協定は災害発生時に人的支援や物資などの提供を協力してもらう内容を示したものでありがたいと話しました。社員および関係者による人的支援までということで、まあ、すごい本当に助かりますね。一人でも多くの人たちが、こう災害時にちゃんと駆けつけられるようにということで、今回のこのご協力は本当に嬉しい限りでございます。続きまして、J コム東京は今後も地域に密着した企業として災害時の情報放送や応急的支援を通して地域の活性化などに貢献していきます。